ブルーラインはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡、サンディエゴを走るライトレールであるサンディエゴトロリーの系統の一つ。サンディエゴの中心部であるダウンタウン地区とメキシコの国境近くにあるサンイシドローを結ぶ。1981年7月19日にアメリカ合衆国初のライトレールとして営業運転を開始したサンディエゴトロリー最初の系統。 開業時の路線はハリケーンにより被害を受け休止となったサザンパシフィック鉄道の貨物線を再整備する形で建設された。1986年に東側のユークリットアベニュー方面へ向かう路線が開通したことでサウスラインという系統名が付けられ、1996年に南北線に改称された後、翌1997年以降は、 ブルーラインという名前となっている。また2015年に UC サンディエゴヘルスが3000万ドルで30年間のネーミングライツを獲得したことから2019年現在の正式名称は UC サンディエゴブルーラインとなっている。2012年のダウンタウン地区への路線延長を経て2019年現在はダウンタウン地区のアメリカプラザ駅から全系統が 停車する12番通りインペリアル駅を経て、メキシコとの国境近くにあるサンイシドロ駅まで向かう、系統となっており、18カ所に駅が存在する。ダイヤー平日、土曜、日曜、祝日の3種類が存在し、昼間は15分、平日の朝夕ラッシュ時は7から8分間隔で運行する。またすべての曜日において、早朝に区間運転を行う列車が設定されている。 料金は他の系統も含めて大人2.5ドルだが非接触式 IC カードであるコンパスカードを用いる場合は2ドルとなる。2019年現在、ブルーラインは以下の18駅で構成される。そのうち不登の駅は時刻表に時刻が提示される主要駅である。一部を除き駅に隣接する駐車場は無料で利用可能である。 中央海岸回廊地域の発展による道路混雑の解消を目的に2019年現在の終点であるアメリカプラザからグリーンラインに乗り入れオールドタウン駅から分岐しカリフォルニア大学サンディエゴ校や UC サンディエゴヘルス屋外ショッピングモールであるウェストフィールドアトック周辺を通るブルーラインの延長路線であるミッドコーストトロリー計画が進められている オールドタウン駅から分岐する新規路線は2016年から建設が始まっており、2021年から営業運転を開始する予定である。ありがとうございます。